ミラグロスセケラは、ベネズエラヤラクイシューサンフェルペ出身の女子、プロテニス選手。2007年5月に、モロッコフェズ大会のシングルスで、初優勝を果たし、当地の女子テニス選手として、初めて、WTA ツアー大会のシングルスタイトルを獲得した選手である。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス3勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス48位。 ダブルス29位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。セケラは1998年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのベネズエラ代表選手になり、1999年1月1日にプロ入りした。同年の全米オープンで4大大,大会の予選会に初挑戦したが、彼女は長い間予選敗退の壁にぶつかり、 なかなか本戦出場に手が届かなかった。2000年のシドニー五輪で、セケラはオリンピックのベネズエラ代表選手に選ばれ、マリア・ベントとの女子ダブルスでベスト8入りを果たした。セケラとベントは、準々決勝で、ベルギー代表のドミニク・ファン・レストエルスカレンズ組に6から4、5から7、4から6の逆転で敗れている。ようやく2002年全仏オープンで、セケラは、 初めて4大,大大会の予選会を通過し、本戦1回戦でパキシュナイダーに挑戦した。2004年にダブルスで年間三勝を上げる。2006年10月、セケラは世界ランキングを98位に上げ、初めての世界ランキングトップ100入りを果たす。そして2007年に入ると、彼女は全豪オープンで初めて1回戦を突破し、ニコル・バイディソバとの2回戦に進んだ。 5月、モロッコフェズ大会のシングルス決勝戦で、セケラはアレクサンドラ・ウォズニアクを6から1、6から3で破り、ベネズエラの女子テニス選手として、史上初の WTA ツアー大会シングルス優勝を飾った。この快挙の後、セケラは全仏オープンでも初めての2回戦に進む。そして、ウィンブルドンでは、 彼女自身の4大体会自己最高成績となる3回戦進出を果たした。全仏オープンとウィンブルドンでセケラはセリーナ・ウィリアムズに2連敗を喫している。セケラは2008年北京五輪で2度目の五輪出場を果たした。シングルス1回戦でアリョーナ・ボンダレンコと対戦し6から3、1から0とリードしながら途中棄権した。 9月のジャパンオープンテニス選手権の予選1回戦で、超外定に敗れた試合が、最後の試合出場になった。セケラは2009年12月29日に、オーストラリアのテニス選手であるステファン・フースと結婚した。2011年に第一子の長女が誕生している。なお、セケラの青年月日は、女子テニスの元世界ランキング1位だった。 マルチナヒンギスと全く同じ日に当たる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。